関西の吉本若手芸人が出演する劇場、吉本漫才劇場のオープン1周年を記念した記者会見が1日、同劇場で行われ、来年1月に新設される、上方漫才協会大賞の開催が発表された、キングオブコント2015で優勝を果たしたコロコロチキチキペッパーズ、ラッスンゴレライのリズムネタでブレイクした 8.6 秒バズーカは、ダンソンのコントで注目を浴びたバンビーノら、今年目覚ましい活躍を見せた若手芸人が出席、合わせて各組がネタを披露し、会場を盛り上げた。中でも、ラッスンゴレライを封印した漫才を披露した 8.6 秒バズーカを、喋りだけでもいけるな、もう終わりかけやと思ってたけど、漫才で勢いを見せてもらって安心しました、と中田カウスボタン師匠も絶賛していた。そんな、師匠のお褒めの言葉に笑顔を見せた 8.6 秒バズーカーだが、その喜びもつかの間、この日に発表された年末恒例の、ユーキャンシンゴ、流行語大賞で、今年の上半期にブームを巻き起こした、ラッスンゴレライが大賞を逃したことを聞かされ、と絶句。